やってまいりましょう。手持ちのツムすべて紹介し終わるまで終わりません。続きましては、ユニビアシティルスフレピンクちゃんのツムですね。うん。でっけえツムになるっぽいですね。はい。いや、なんかね、全然関係ない話なんだけど、どこだったかな、千葉県かなんかどっかで、会社の同僚と会ったことが、あるんだけど、その時にね、なんかまだ開店直後のマクドナルドだったんで、こうまだマックシェイクがこう機械つけてなかったんで、ちょっと今から機械入れて稼働するさせますので少々お待ちくださいって言ったら、なんか今まで聞いたことのないような音がね、ガッ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 ブレブブジブジブジって本当に本当にもう心の底から汚ねえなって思うような音が出たんだよね。で、二人してバニラを頼んでたんですよ。バニラがやっぱなんかうまいよねみたいな感じで、バニラを頼んでたのに出てきた色がなんか薄茶色、なんかチョコでもないしバニラでもないしみたいな色が出てきて、で、はい、お待たせしましたって、なんか、ね、散々待たされたんですよ。なんか20分か30分くらい待たされた挙句、出てきたの色を見て、え、嘘、え、これを商品として提供するんですかって、ブチギレ。僕は、まあまあ、いいやんかって言ったんですけどね、もう同僚の子がもうブチギレで、え、おかしいですよねって言って、散々待たした挙句、なんかもう今にも溶けそうなマックシェイク出してきて、で、しかも、え、何なんかもう超強烈な音鳴らして、この色ですかみたいな、ブチギレみたいなね、仕方ないからね、なんかもうめちゃくちゃ高くついたんですけど、結局もうなんか隣にあった寿司食うっていうね、もう謎の展開になったっていう記憶があるんだよね。うん、まああの時の寿司は美味しかった、確かに。うん、回らない寿司行きましたからね。うん、どんだけ大盤振る舞いなんだよって話だけどね。はい、ということでスフレちゃんね、ああ、もうちょっとで進化します。進化？スキルアップしそうでしたね。スキルアップじゃない、レベルアップしそうでしたね。はい。ではまたお会いしましょう。バイバイ。